最近その大会というか出たっていうのはどこぐらいまで遡ったんですか？12月かな、多分去年か、うん、今年はまだ出てないと思う。こんなこと今までやっぱりなかったと思うんですけど、はい、なんかどうですか、このやっぱりスケートボー、そういう試合もできない、こんだけ長い期間できないとかっていうのはどういうふうに感じましたか？もう試合ができなくて、その海外の選手と会えないのもすごい寂しいんですけど、その練習時間が増えたので、新しいトリックとかゲットするチャンスですね。スケートボード、やっぱり改めて魅力教えてほしいんですけども。魅力はもうやっぱり新しい技ができるまで時間かかるので、それができた時に何とも言えない嬉しさがになりますね。あとはスピードとか高さとか、まあ、自由なところもあるかな。そのバザーとかこういうテープとか貼るのも全部自由なので、そういうところですね。自分のことしか考えてないって言ったらおかしいんですけど、そのなんて言ったらいいんやろ、好きでやってるからやっぱり楽しくやりたいっていうのが一番にあって、人と比べると緊張しちゃうし、うん、自分の練習してる成果を大会で出すだけなので、順位も気にせず出し切ることだけを考えてます。今までで一番嬉しかった大会って一つちょっと挙げるとしたらどの大会になってくるんですか？バンズバークシリーズの年間チャンピオンになった時かな。あれは4本あって、と1本2本ってもう緊張して失敗しちゃって、で3本目にちょっとぐらついたんですけどノーミスが出て、で4本目に練習してなかったルートがノーミスで滑れて最高得点が出たんですよ。それがすごい嬉しかったし、やっぱり日本人で初めての年間チャンピオンなのですごい嬉しかったです。このパークができて、みんなスケートボードしたいなっていう子が岡山から出てきてくれたら嬉しいなと思いますね。東京オリンピック金メダル取ってパリまで狙う予定にしてるので、それが終わったらもうやっぱり私のようにその目標を持った子どもたちに教えていきたいなと思ってます。サポートしていってあげたいなと思ってます。